しました。はい、はい、こんばんは。甘え上手のミュータンです。あ、もう喋っていいんですか？はい、はい、お願いします。はい、はい、本日はですね、みんなの右腕けんちゃんが登場しております。よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。ですね、今日はお名前成川欽一様、いい男図鑑ライブエントリーナンバー7番でございます。本日のお客様はね、前回良介様のご紹介で器出版の創業者でいらっしゃるね、欽ちゃんにご出演いただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、欽ちゃんはね、まだ41歳ということでね、とってもお若いんですが、はい、いきなりですけど、26歳まで、はい、彼女がいなかったということでね、はい、本当かっていう感じなんですが、ね、はい、26歳まで彼女がいなかった欽ちゃん、ちょっと今日はね、どんな話聞いていきたいなと思っております。はい、はい、現在はね、それでももうね、そこからはすごく早くてですね、現在は7歳年上の今の奥様と出会われて、ね、電撃婚に近い、出会って2週間でプロポーズ、半年で入籍というね、こうなんか、ね、すごく、幸せで今いらっしゃるということで、ね、決め手となったのは運命としかな、ね、というしかない。もうね、結婚しない理由がなかったとね、おっしゃってたんですよね。はい。このあたりちょっとお聞きしてもいいですか？なんか全部さっき言われた。何を喋ったようだ。あ、じゃあ、26歳からその結婚に至るまでのことっていうことで言えば、そうですね。まさかね、26歳まで彼女いなくて、まあ、いわゆるチェリーボーイみたいな感じだった僕がですね、こうやって、はい、いい男図鑑に出るなんて思ってもなかったんですけど、はい。そうです。もう言ってもらった通りですけど、まあ、なんか、当時は、なんだろうな、女性恐怖症だったのかなって今では思いますけど、はい、なんか、そうだな、一つ恋愛に、なんかみんなほど興味がなかったってなるんですけど、うん、はい、なんだろうな、何かをずっと、なんか人生の意味とか、なんかこう、なんだろう、生きるってなんだろうとか、僕は何をするんだろうみたいなことばっかずっと考えてて、うん、で、なんかそんなことばっか考えてたら、なんか26歳になってたみたいな感じでしたね。で、なんか気づいたら、恋愛してないなみたいな。もちろん好きなことが、うん、好きな人とかいましたけど、はい、なんだろう、そこまで自分の中で恋愛っていうのがのめり込めなかったっていうか、ところがあって、まあ自分に自信がなかったのもあったかもしれないですけどね。うん、はい。片思いの人いらっしゃったんですか？まあ、片思いっていうか、ね、告白もしたことなかったんですよ。はい。で、告白しようと思った子は返信も来なくて何もできなくて終わったとか。はい。だから、そうですね。なんか改めて今振り返ってますけど、告白もしなかったですね、そういえばね。で、今はね、そうやって出版社の創業者にもなられて、ね、なんかいろんな、見てる男性のなんか、こう、なんか、なんかこう、ちょっと励ますような、そんな感じになるんじゃないかと思うんですけどね。そうですね。そういう人は、多いかと思う。男子とか、いろいろ言われてますけど、うん、僕の場合は別に、まあ友達はいっぱいいたし、別に、の勉強とかも頑張ってたんですけど、なんか恋愛だけしてなくて、こういう人は、ね、結構いると思うんですよね、いまだに。そうですよね、いると思います。はい。ピュアでいいと思いますしね、私も。なんかね、その恋愛をしないのがピュアなのかわかんないんですけど、はい。なんかこう、なんだろう、こう、今日はね、いい男っていうのがテーマでいいですかね。
そうですね、いい男図鑑のお時間なので、はい。なので、なんかこう、いい男ってわかんないけど、こう、テレビとか、なんかこう、インターネットもそうだけど、どう見せてる、なんだろう、理想の恋愛像ってあるじゃないですか。なんかこう、なんだろう、多分それに違和感を感じてる人って結構いるんじゃないかなと思っていて。うん。なんか、なんだろうな。自分が、こう、生きること、生きるとか仕事とかいろいろやりたいことと、恋愛の両立ってむっちゃむずいなと思ってたんですよ、僕。うん、はい。なんかそんなイメージありません？うん、恋愛の、ね、こう分散されますもんね。そうなんです。なんか、そんな感じだったんです、僕ずっと。いや、うんうん、恋愛なんてしてらんねえ、野球だとか。うんうん、今は受験だから恋愛なんかしてらんねえ、はい、勉強だみたいな感じの男だったんですよ。うんうん、何かこう、アチーブしなきゃってなると、エネルギーがそこに行くので、ちょっと恋愛が二の次、三の次になっちゃうという感じでしょうかね、男性だと。そんな感じ、そんな感じです。だから、なんかこう恋愛と仕事とか、自分のやりたい、成し遂げたいことが、もうなんか、なんだろう。こう、こんな感じですよね。こっちやっ、こっちやってみたいな。はい。で、僕、その都度なんかやりたいこととかははっきりしてたんで、はい。なんか、恋愛やってたらこっちできんみたいな、そんな感覚があって、うんうん、なんか興味があんま湧いてなかったところもあると思うんですね。うん、なるほど。はい。ただ、今の奥さんとかだったら、なんか、そのイメージが湧かなかったというか、どっちかといったらもう恋愛っていうか、奥さんとの関係も、仕事も、掛け算になるかなって思ったんですよ。素敵。これは直感的に。まあでも、今は結婚して子供が生まれてって中でまた関係性も変わって、どうやったらその関係性を掛け算にできるかなっていうのを、今ね、もう一回頑張ってるんですけど、今はね、どっちかというとまたこうなってるんですよ。うん、なるほど。で、パートナーシップってこう、変わりゆくんだなと思ってるんですけど、なんか、男性がね、この視聴者さんはどっちかというと、女性が多いんですか？男性が多いんですか？女性が多いんですが、意外と男性も見てます、結構。ね、やっぱりこう、はい、男の哲学とかも学べるので、男性も見てるかな。まだ皆さんね、遠慮されてコメントが入ってませんが、よかったらどんどんコメントくださいね。はい。うん、なので、そうですね。なんかそこが自分の中であれで、だからなんか潜在的な、僕がまあいい男か、ちょっとよくわかんないですけど、潜在的ないい男っていっぱいいると思うんですよ。うんうんうん。夢中になったり、頑張って夢を追っかけてる人とか。うん、うん。で、なんかこう、一人でそれを頑張ってる人もいれば、パートナーがいてやってる人もいれば、うん、僕の紹介してくださった、まあ、平川さんもそうなんですけど、はい、奥さんがいらっしゃって、うん、なんかこう、すごく平川さんのしてることとかを、まあ、なんだろうな。二人でやってるわけじゃないと思うんですけど、こう支えてくださってるとか、サポートしてくださってる中で、平川さんもなんか結構、なんだろう、いろいろ、若い頃は葛藤があってっていうタイプだと思うんですけれども、うん、そういう、まっすぐな人だからこそ、今のこの世の中でうまくいかないみたいなタイプの人かなと、だったんだろうなって僕は思ってたんですけど、そういう人って、なんかこう、ちょっとこう、なんだろうな、歯車がカチャッと合えば、いい女性と出会えれば、すごくね、こういろんなことにチャレンジできたり、人から応援されたりとかっていう人になれると思うんですよね。なんで僕は僕が奥さんをこう選んだっていうのもありますけど、奥さんにも選んでもらったっていう感覚もあるんですけど、なんかその時にやっぱりこう、なんだろうな、まあ年上の奥さんなので、なんか、しかたら育てるっていうかは、もっとなんか、自分と関わることで、一緒になることで、僕自身も奥さんがなんか良くなるイメージっていうのはあったし、はい、奥さんもそういうとこをこう見てくれていて、はい、で、結婚したんじゃないかなと勝手に思ってますけど、うん、なるほど。そんな関係性って今までなかったし、うん、考えたことがなかったので、なんかすごい、そういう意味でも、僕は結婚してよかったなと思ってますね。うん、うん、素敵です、素敵です。やっぱりちょっとこう、ね、
運命を感じたっておっしゃってたので、そのなんか直感というかピタッともうハマったんでしょうね。そうですね、もう本当に結婚してからもいろいろありますけど、なんか基本的にはなんだろう、お互いにとってはいい存在であり続けようとお互い努力してるのかな、なんかそんな感じはあるんじゃないですかね。今何年経たれてるんですか？あ、もう結婚3年目になりましたね。あ、3年が経ちましたね。4年目ですね。4年目、あ、いいですね。これからですね。はい、いいですね。はい。みゆきさんは何年目なんですか？今度13年目に入りましたね。もうそんなベテランに何も言えないです、僕は。はい。でも、まだまだ新婚気分で、ね、さっきちょっと会っていただいたと思いますけど。僕に聞きたいです、いつまでも新婚気分で。多分、向こうも私もサービス精神が旺盛なんですよ。相手を喜ばせるとか、エンターテインメント性が高いので、キャラクターが、だから、いつも相手を笑わせるために、なんか、いろいろやってあげる、お互いやる、多分お互い尽くすタイプがくっついたケースですね、これ。素晴らしい。ちょっと僕も反省して頑張れます、いろいろ。でも、大丈夫だと思いますよ、ケンちゃんも。いい感じだと思います。ね、なんか、おっしゃってたのがね、この人を幸せにしたいって思ったということでね。まあ、今の奥様がなんか強そうに見えるんだけど、なんかこうビジネスバリバリで、男まさりなんだけど、でも女性らしい部分がすごくあったとかね、守ってあげたいほどじゃないけど、でもなんか彼女のそばにいて、彼女の良さを引き出してあげたいって思わせる相手だったって前回ね、こうおっしゃってたんですよ。そんな言ってたんですね。うん、はい。なんかこう、ご自身がプロデューサー的役割がね、なんか、ご自身がこう、僕がプロデュースするみたいな、なんかそんな関係もちょっとあるのかななんて思ったんです。で、やっぱりこう、ケンちゃん自身がやっぱりこう、出版業界にいてね、なんかそういうお仕事してるのもそうだと思うんですが、なんかこう、誰かの良さをこう、なんか引き出してあげるのが、なんかこう、お得意な、ご性格もなんかこう、うまく混じったのかなと思いましたが。はい。そうですね。うん、なんか、うん、ここまで考えてないといえば考えてないんですけど、今、振り返ればそう感じてたのかなっていう感じですけど、でも、なんか、恋愛とか結婚って、やっぱりくれくれとか、欲しいばっかりじゃ、なんかいろいろね、こう理想があって、こんな人がいいとかって、まあ、あるとは思うんですけど、しかといったら、こう、お互いがお互いの役に立てるとか、相手を、なんか、めっちゃかっこよく言えば、なんか幸せにしたいなって思える人じゃないと、なんかこう、なんだろう、受け身じゃなくて、こっちが働きかける側じゃないと、どんどん、なんか減点されるじゃないですか。こうなりたいとか、こうなことしてもらえるとか思って、じゃあ、それしてもらえない。なんか顔もちょっとハゲて太ってきたとか、なってきたら、まあ、顔できますからね、ルックスもね、どんどん減点じゃないですか。それってきついだろうなって思う、今思えばですけど、でなんかそこら辺のなんかこう、そもそも結婚なんか婚活とかも言うじゃないですか。はい。で、あと合コンとかもよくわかんないけど、なんか大体こう理想を求めて恋愛して、さらに理想を求めて結婚するっていうイメージなんですけど、なんか、実はそうじゃないんじゃないかな、とは思ってますね。うん。そうですね。条件から入っちゃうとね、なんか現実が変わることもあるので、そうなってくると、なんか、ああ、この人じゃなかった方がってなっちゃいますよね。やっぱりこう、物とか物質とか年収とか車とかで選んじゃうと、もしかしたらね。みゆきさんはなんで旦那さんと結婚されたんですか？私はですね、性格がもう宇宙一すごいいい性格の人だなと、ちょっと感動して、付き合うまで4ヶ月ぐらい、こう、もうチェックしてたんですけど、すごく性格がいい人だったので、なんか、この人が旦那さんにするならいいなと思って、まあ、
うん、神様にこの人でお願いしますとお願いをして、はい、向こうが、アクセスしてくれたというか、なんか、私から言いましたもん。結婚したいって私から言いました。へぇ、すごいな。で、13年続いて、うん、年上の旦那さんでしたっけ？あ、そうですね、3つ上なんですけども、やっぱ性格がいいのは、もう、やっぱり変わらないので、やっぱ性格を選んで大正解で、うん、本当に、結婚した時お金がなくって、なんか、結婚するまで知らなかったんですよ、経済事情を。で、結婚式の日に、夜のディナーを食べている時に初めて私もそうだ、聞かないかと思って、今いくらぐらい銀行口座にあるんですかと聞いたら、うん、ビザカードを使った後でマイナス70万円だったんですよ。もう笑うしかなくて。ええと思って、その一瞬ね、一瞬間違えたかなと思ったんですが、でも、それを先に聞いてたら結婚しなかったので、後で聞いてよかったなと今でも思ってます。だから知らないで結婚したから、そこがこう、ブレずにね、ブレずに選べたので、先にそれを知ってたら考えちゃったと思うので、聞かなくてよかったなと本当に思いましたから。なんか、そうそう、本当に性格だけはいい、本当に性格だけは素晴らしいので、だから、その後も頑張ってくれて、今はね、どんどんお金を稼いでくれてるんですけど、当時はやっぱりお金がなかったので、結婚当初はお互い頑張って働きました。お互いね。でもそういうのってなんとかなりますよね、なんかね。僕も一緒ですよね。旦那さんの気持ちが結構わかるかも。僕も当時借金があって、マイナス男で。結婚しようって言ったくせに借金だったんで。同じですね。何やこいつみたいな感じだったでしょうね。でも、それを受け止められる奥様はまたね、素晴らしいですね。すごいですね。いろいろ、なんか今思えば、まあ僕はあんま考えないんで、はい。すごい心配と不安をね、かけてたと思いますね。後で後々気づくもんですけどね、そういうのは。なんか当時は、僕もよく分かってなかったので、はい、いろいろね、大変やったと思います。じゃあ、奥様、結婚前にそれをご存知で、その結婚を決められたんですか？ね、金額をごまかしてたというか、ごまかしてないですけど、ちょっと、はい、結局ね、夫婦って財布が一緒になっちゃうんでね。そう、そうですよね。ってなった時に、ちょっと隠してた部分、金額もあって、それをもう隠してられないなと思って、結婚してから言うっていうのがありましたけど。はい。でも今はその借金はないので、大丈夫です。はい。そうですよね。そう、やっぱね、はい、全ては伝えなくても、ね、なんかこう、ちょっとミステリアスぐらいでも、まあ、るかわかんないですけど、まあ、愛があればなんとか乗り越えたりできるかなって。はい。なんか少し借金がある方が、なんか弾みがつくというかね。なんか、本気になりますよね。人生を。ねえ、もう、もし奥さん見てたらどう思ってるのかわかんないですけど、なんか、まあ、とりあえず条件をつけないっていうのは、なんかすごい、つけないっていうか、なんか、理屈なしに結婚しようっていうスタートはすごくいいんじゃないかなって思いますけどね。まあ性格がいいとかおっしゃってましたけど、そういうなんか、性格がいいのは別に、まあその旦那さんのありのままのね、あり方を好きになられたと思うんで、別になんだろう、条件という条件でもないと思うんでね。なんかそういう結婚っていいですよね。皆さんなんか、理想的なんじゃないですか？そうですね。まあ、私、結構性格がそんなに良くないから分かるって言ったら変なんですけど、なんかなんだろう、すごく優しさがある人とか、なんか、はい、心が豊かな人を見るとすごい感動するんですよ。自分がそんな風じゃあまりなかったんですよ、昔ね。割とこう、自分勝手で、本当になんか自分のことが全部最優先で生きてきた若い時からそういう性格で、で、旦那様は相手のことをまず考えるご性格で、しかも、
私にだけじゃなく、もうみんなに優しいんですよね。で、なんか一緒にいるとね、なんかこう天使といるような心が洗われる感じっていうのかな。なんか、ほんとね、なんか学ぶことがすごくたくさんあって、だから一緒にいて私もなんか、心が洗い流される気がして、なんかそれで一緒にいたいなって思ったんですよね。へぇー。なんか、いい人になれ、私もなんか、なんかいい人になれるかもしれない。なりたいなっていう。なんか、なんかちょっとずつそれがね、はい、私の血にこう、あの、環境でね、やっぱこう、ちょっとずつ加わってくれたらいいなと今願っておりますけどね。でも似てきますもんね、やっぱり多分一緒にいると、その性格がこうなんか影響を受け合うと思うので。ああ、そうですね。ありませんか、うん、うん。なんかうちも結構真逆なので、はい。どっちかといったら奥さんの方がなんか強そうで、うん、なんか男性的に見られるところもあったりするんですけど、はい、僕は逆になんかそんなズケズケと何かを、いうタイプではないんで、そしてなんかこういう読さんがズケズケ言うみたいな感じですけど、あの、なんか逆、その、見かけは男女、まあそれぞれね、男女だけど、中身は逆みたいに見られてるところもあると思うんですけど、だんだんなんか、それも、なんだろうな、いい意味で、僕の内面が男化して、奥さんの内面が女化してるような、ところも、まあね、子供が生まれたら母親、お母さん化するとこもありますけれども、なんかやっぱりお互いがこう、暮らししながら、一緒に、なんかこう、変化してるって感覚確かにありますね。いいですね。あの、なんか7歳年上っていうと、年上女房の良さって何かありますか？あんま意識したことないんですけど、何がいいの？でも、やっぱり経験豊富なので、僕よりも、はい、なんかいろいろあそういう時そうやってやるんだとかなんか教えてもらうことは多いですね。こうあえて教えてるわけじゃないんだけど、あそうやってやったらいいんだとか、まあ、手際もいいんでね奥さん、すごくあのあそうやって仕事するんだとかいろいろすごい綺麗にねしてくれてるし料理も上手だし、あの、なんだろう、あんま狙ってはないですけど、すごいいい奥さん。たまたま開けたらそんな全部できる人だった、ね。そこら辺はすごいですね。子供1歳8ヶ月いるのに、家めっちゃ綺麗ですからね。あすごい。そこら辺はすごいです。お仕事もされてるんですよね、奥様今。そうも、社長なので。それも社長でそんなお掃除もして。すごいですね。まあ、あの、今の会社はね、僕が一緒になってから、奥さん、社長でやってるんですけど、まあ、でも、そうだな、いや、よくやってくれてますよね、本当に。なんかその上でね、僕がイラッとしたりもするんですけどね、なんかこう、夫婦なんで。よくやってくれてるはずなのに、何かあるんですけど、はい、本当よくやってくれてるな、と思いますね。そうですね。こういうオンライン上でどんどん言ってあげてください。はい。もうどっかで聞くからね。奥様もどっかでね、誰か言ってたよとか、誰かをつてにね、聞くと思いますからね。うん。さっきもちょっとね、ちょっと喧嘩っぽいラインとかしてたんでね。気をつけなあかんなと思って。ああ、なるほど。なんかこう、素の自分で入れたとか、自然体でかっこつけないお礼だったとかね、同じ年のような気持ちになるとも、あの、先日、ケンちゃんがおっしゃってたんですが。うん。うん、ねえ、気は使わないっていうか、なんだろう。なんか、あんまり他の女性にも感じない感覚はありますね。なんか確かに素でいられるし、なんだろうな。子供でいられててちょっと違うんだけど、なんか、そうですね。細かいことで遠慮っていうか、ちょっとするとこあっても、本質的なところで言うと、一番自分らしくいられてるのかなと思いますね、奥さんの場合。すごい。ちょっと表現がわかんないんですけど、なんかそんな感覚ありますね。はい。ありがとうございます。
現在ね、31歳ということで、ちょっとね、はい、前のお仕事のこともちょっと伺おうかなと思うんですけども、以前、27歳から30歳ぐらいの頃は、ラジオ局のプロデューサーもされてたんですよね。はい、そうです。うん。ね、なんか、本丸ラジオさんの立ち上げとか番組のね、作成とかっていうことだったんですが、どんな感じでした、はい、お仕事、なんか。そんなことそうですね。でも、あんまり基本的には今と変わらなくて、ゲストさんとか、パーソナリティさん、番組持ってる方が、なんだろう、どうやったらいい番組作れるかなとか、ゲストさんがどうやったら、うまく話してもらえるかなとか、その人の伝えたいことが出るかなっていうので、まあ、話を聞くとか、その場を作るっていうのが仕事でしたね、はい。だから気づけばそんなことばっかりやってるって感じですね。31になって。なんかそういうのが自分の役割なのかなってやっと分かってきたって感じですね。まさにみんなの右腕、ケンちゃんですね。そう。ありがとうございます。なんか考えていただいて。あんまり自分の、なんか、あんまり自分発信することがなくて、こうやってゲストで出るとかも、いや、ないですね。めっちゃ、久しぶり。たまにラジオで人の番組出たりしてたぐらいで、すごく今日は新鮮で、なんだろう。こういう時に限ってね、めっちゃ喋りたくなるんですよね。人の話を普段聞いてると。なんか、聞き上手とか言ってる人ほどね、こういう場でよう喋るんですけど、そんな感じに。皆さんも聞きたいと思います、多分ね。いつも縁の下のね、力持ち的存在でいらっしゃると思うので、ね、はい。そんなケンちゃんをね、丸裸にしていきましょう。はい。実際脱いでもいいですけど、やめていきましょう。はい。はい。そうですね。飛び抜けた能力は、なんか人の良さが見えることっておっしゃってたんですが。わあ、すごいいい感じで待ってもらってありがとうございます。確かに、自分のことが全然わかんなくて、さっきも考えてたんですけど、一体僕の本質っていうか、僕は何者なんだろうって思うことは結構あって、ただ、言ったらこう、10段階でいくと僕はオール7とか、一部8とか、そんな進化だと思ってるんですよ。なんかこう、別に、あんま苦手なこともないんですけど、得意なこともない。っていうか感じで、はい、自分を分析して、だから人の良さが見えるっていうのが僕の強みなのかなってやっと思えてきましたけど、まあ昔はなんで俺は何もこんな飛び抜けたものがない男なんだろうみたいな感じで悩んだ時期もありましたけど、バランスがいいですよね。平均っていうのもね、バランスよくいいんじゃないですか。そうですね。なんか何やっても一番にはなれなかったっていうのがありますね。なるほど。はい。だからこそ一番になる人のなんか才能が見えるっていうか、人の道は結構見えますね。なんか、これやったからええのにもったいないって思うことはいっぱいありますね。ねえ、ケンちゃんにさっき私のこのね、ストリームヤードも有料のにした方がいいですよ。いやいやいや、やろうと思ってたんですよ。やろうと思い忘れてたっていうかね。なんかそんな感じで、いつも私も、割と、ぼんやりした、なんか、ミュータンなので、まあ、そこが私の良さなんですけど、ゆるゆるしてます。すいません。はい。いや、それが良さであり、人の心を解放してあげるみたいな、なんか、あ、これでいいんだ、私って思ってもらえる人だと思うんで、みゆきさんは。なんかそれをどんどんやっていかれるんじゃないかなと見てますけど。なるほど。みんなを和ますとか、なんか、緩めるとか、なんかそんな感じかな。まあ、甘え上手っていうのはすごくいいですよね。そうですね。皆さんを緩める、それ、私の仕事かもしれないですね。頑張りすぎてる方をね、ちょっとネジを何個か抜いてあげたいといつも思ってるので。私はいっぱい抜けちゃっててね。いつも時短で
そう。あの、ベッドにね、なんかネジが落ちてるよとか言うんですよ、冗談でね。で、ぼけてるっていうことを言う、案に意味してるんですけど、あれ、今日もベッドに5個か6個、ネジが落ちてるよとか言われてね。あの、いつもぼんやりしてるな。ダーリンですか。ダーリンさんがそんなことをいつも教えてくれます、ね。いいですね。はい、あの、そうですね。年齢でボケてるのか、性格でボケてるのか、どっちもあるかもしれないですけどね。あの、まだまだこれからでしょ。はい。でもそのままの、あんまりはめたくないので、落ちたままで行こうと、ネジをね、外したままで行こうと思ってます。このままね。はい。そうですね。誰かが組み立ててくれますね。誰かが入れ直してくれるだろうし。なんか、入れなくても、まあ、動くからいいかなっていう、なんか、なるほど。動かなくてもいいかもしれないですね。そう。まあでもね、そう。そう、なんか、あの、会社の経営理念が、その、ありのままで豊かになれる器を創造するっていうことね、なんかおっしゃられてて。はい。うん、この辺、伺いましょうかね。この器というのが。はい。うん。まあ、器グローバルっていう会社をやってるんですけど、まあ、別に今は自分一人でやってますけど、なんか、そうですね。よく言ってもらえるのが、ケンちゃんは器な人だねって言ってるくれる方もいらっしゃったんですけど、なんか、これをやりたいとか、あれをやりたいとか、すごく良さを持ってやりたいこともある方が、意外とこうやり方がわかんないとか、これでいいのかなとか。言ったら、その人、そういう人って、ものすごい、なんだろうな、美味しいトロピカルジュースみたいなイメージ。でも、なんか器がないんですよね、コップみたいな。まあ、料理でもいいんですけど。だから、誰にも食べてもらえないし、飲んでもらえない、味わってもらえないみたいな人が、結構世の中にいるんですよ。なんかこう、味わってもらったら、ものすごい、あの、いいねって、もう一回食べたいとか、もう一回飲みたい人がいっぱいいるのに、なんか、もったいないですよね。その自分の売り出し方とか、見せ方みたいなの知らない方が多いので。で、あと自分のことを意外と知らない方もいらっしゃる。そういう方に、なんかこうなんじゃないですかとか、あの、もっとこんなにしたらどうですかみたいなのを言って伝えて、で、その人がやっぱり、こうやってみてよかったとか、あの、こんな結果出たよって言ってもらえることが多いので、うんうん、そういう人と出会いたいし、そういう人を、なんだろう、輝かせるっていうか、なんかプロデュースするっていうのが自分の、なんか得意なのかなと思い始めました。みんなそういう方のおかげで。だから、なんかそこを自分は磨きたいなって思ってますね。うん、で、言ったら、みゆきさんもそうだけど、結構こう、キャラが立ってるじゃないですか。はい、はい、なんか、でも、会社勤めとか、例えば、OL とか経験あるんですか、みゆきさん。あ、はい、10年、一つの会社に、結婚相談所にいましたので、10年働いてたり、勤め人されてたんですか、はい、そうなんです。よく辞めなかったな。何回もね、辞めるって言って。25でリベンヌになるって言って、27でニューヨーカーになるって言って、毎回踏みとどまり、最終的に10年後オーストラリアに渡った感じです。そう。だから、なんか、絶対会社勤め向いてない人っているじゃないですか。うん。でも、今の社会だと、いい企業に勤めるとか、まあ、お医者さん勉強します、うん。なんか資格とかがないと豊かになれないみたいな。うん、だんだん変わってきましたけど、うん、そういう人っていっぱいいると思っていて、そんな、なんかこう、枠に、なんだろう、自分ベースで、ありのままベースで、こう、豊かになるっていうのが、すごい難しい時代が続いてたのかなと思っていて。うん、でも、だんだん変わってきたし、そういう人がこう成功する、まあ、経済的に豊かになるってことも、一つこう、難しくない時代なんじゃないかなと思いますので、そういう意味でも、やっぱありのままの自分で、と豊かさっていうのを両立できるっていう、なんか、器を作る仕組みとか、環境ですね。
っていうのを、テーマにやってます。うん、いいですね。はい、私もコロナになってから起業したんですけども、コロナのおかげで、コロナのおかげでなんですが、でも、そのおかげで、こっちの方が向いてるなって分かりました。勤め人よりも、一人で行動する方が考えて決めたいタイプなので、なんか、うん、ずっとなんか大きな企業とか、結構ビッグネームが好きで、そういうところでもいろいろ勤めたんですが、オーストラリアでも。やっぱりなんか、あんまりなんかこう決められた中で、ルールっていうのが苦手で、もう自分がルールじゃないですか。自分で一人でやると。はい、そうです、そうです。本当に、私自分じゃないとダメなので、これで正解だったなと今は本当に思うので、うんうん、なんか今どうしようかなって思ってる方もね、いっぱいいると思うんですが、なんかやってみたら、私みたいになんか自由を手にする人もいっぱいいらっしゃるのかなと本当に思います。うんうんうん、いや、そう、本当そう思います、しおくも、うん。なんかそういう、をなんか見つけてっていうか、まあ、ご依頼いただいて一緒に仕事するのが本当楽しいし、うん、なんかお互いが生きるっていう気がするので、はい、なんかそれをテーマにやってますね。うん、はい、いいですね。なんか今ケンちゃんのそのお話聞いてて、私もプロデュース業好きかもしれないですとか言ってなんか思いつきましたけど、プロデューサーってねおっしゃってましたし。はい、なんかそういう、なんかまあ、そうですね。そういう企業塾もやってるので、なんかプロデュース業ですね。やっぱり、ケンちゃんといそうかもしれないですね。うん、まだ誰かの、まあみんなの右腕まで慣れてないかもしれませんが、私も目指さないといけませんね。いや、もう、なんだろう。みんな好きにやったらいいのにって、本当に思いますね。うん、なんか。好きなことじゃ食べていけないっていう言葉があったんですけど、うん、はい、あ、好きなこと、好きなことでは食べていけないとか、好きなことでは買っていけないってね、うん、言われてたんですけど、だんだんどんどんそうじゃなくなってきてるんで、好きなことでしか稼げなくなると思います。うん、そろそろ。これは。先取りした方がいいですね。うんうん。そう思います。本当にそう思います。うん。うん、私も男性と話すのが好きなので、このいい男図鑑を捨てます。趣味から始まってます。趣味を講じて、プロ仕事にしようとね、企むわけですが、やっぱりじゃあ何が好きかって言ったら、ね、男性の研究するの大好きなので、だからやってます。はい。素晴らしい。素直にそこは認めて、はい。いや本当に、僕ももうテレビも見ないし、SNS もほぼ、なんだろう、友達とか近い人しか、はい、まあ、会ったことある人ですね、基本的には。しか見ないって、はい、もうなんか、なんだ、情報ってあんまりこう、世間で何が流行ってるとか、うん、なんかみんな何考えてるのかってね、世間一般というか多くの人が、わかんないんですけど、なんかもう、はい、もうどんどんそういういい社会になっていってるなって思うし、うんうん、コロナでね、大変って言ってますけど、うん、大変じゃない人も結構いっぱいいるんですよね、実は。そうですね。はい、変わらない人もいると思う、はい。何も変わらずやってる人とか、あと、うん、なんだろう、逆にうまくいってる人とか、うん、いると思うんで、やっぱり世界って自分がね、どう見ているかだし、自分が作ってると思うので、うん、そういう意味では本当にそういう仲間と一緒に、うん、自分の世界こう僕はありのままでみんなが豊かになれるっていうとこを作ろうと決めてるんで、うん、もうなんか、うん、ほぼそういうことしか起きないですよね。そうですね、うんうん、本当にそうなってってるんで、うん、やっぱりもう人生楽しいですよ。なんか、うん、なんだろう、死にたくないっていうのもあるんですけど、なんか早く、はい、うん、早く俺はどんな風に死ぬんだろう見たいみたいな、なんかワクワクがあって、うん、最近そんな感覚できてますね、うんうん。2021年は本当になんかみんなが自由になれる年かなと。まあ、これね、このライブも、この2021年初めての今日はね、ライブなんですが。そうだ。ね、そういう。ありがとうございます。
ありがとうございます。出ていただいてね。はい、でも、ちょっと本当にそうやってみんなが自由に生きる生き方を手にできるね、そんな一年が始まってるのかなと思ったりもします。はい。ですね、今、入りましたね、コメントが。ハーモニーさんからね、ありのままで豊かになる世界、私もそう思う。彼女はね、スピリチュアルの先生なんですよ。魔法の学校先生なの。そう。ありがとう。ありがとうございます。鈴井さん、ね。ありがとうございます。そう思いますね。本当はね、世界ってそうだと思うんですよね。だって、人間以外ありのままじゃないですか。うんうん。だから、この、まあ、僕も昔そうでしたけど、息苦しい社会とか、世界が息苦しいわけないんですよね。なんか、寂しかったりとか、苦しかったりとか、まあ、それはありますけど、そういう気持ちも大事なんですけど、なんか本来はやっぱり、なんか、ありのままで豊かが当たり前だと思うんですよね。だからそこに戻っていくぐらいの感覚でいいと思いますよね。もう俺らはもう知ってるやんって、その感覚。帰ろうよっていう。ほんまそんな感じですよね。そうですね。はい。どんどん豊かになっていきたい。そう、物質的にはもう日本で死ぬことはないじゃないですか、飢餓とかで。まあ、いろいろ苦しい方もいらっしゃるんですけど、基本的にはなんか食料は溢れてるし、なんだろう、捨ててるゴミ食べてでも生きていけるぐらいの、なんか物が溢れ返ってる、そんな社会になったので、なんか、それはそれでいいことだとは思うので、なんか、本当に、自分って何したいのかなとか、何ができるのかなって考えて、発信して、人と繋がって、なんかこう、いろいろ行動していくことで、もう本当に、自分の世界は、自分で作れる、繰り返してるけど、もうそうでしかないと思いますよね。またルイさんから、そうそう、戻る感覚ね。ルイさん、仲良くしてください。はい。ルイさん、ヒーラーさんですね。その帰る、帰る、還元の帰るですよね。帰るっていうものかな。はい。ね、そう。イメージ、思い出すぐらいの感じですね。そうやったやんって、忘れとったなって。なんかこう、進化進化とか新しくっていうけど、ほんと帰る、戻る、なんだろう、生き返るみたいな、なんかそんな感じですよね。いいですね。あとなんか、バリ島になんか学校を作りたい夢があるって、ケンちゃん。ありがとうございます。よね、これは最近の思いつきですけど、バリには、僕の大好きな、バリの兄貴という、大富豪の方がいらっしゃって、すごく、仲良くさせていただいてるんですけど、やっぱり日本人、まあ、オーストラリアね、ミキさんも在住ですけど、僕も最近コロナで海外行けてないので、すごくこう、日本の社会でこう閉じ込められてる感覚があるんですけど、やっぱ外に出ることによって、僕も、出産がハワイでさせてもらったんですけど、その経験もあって、すごく外に出ると可能性が広がるし、視野が広がるし、日本だけが世界だと思ってると、ものすごいやっぱり価値観も偏ってるし、苦しくなる人も多いと思うんで、そういう人がなんかこう、バリ島もそうですし、海外とかそういうところで、なんかこう、僕が思ってるのは、親子。お母さんと子供とか、別にお父さんと子供でもいいんですけど、なんかこう、夏休み期間とか、子供たちはバリ島で、まあ、僕、実は教師だったので、4年前まで。小中高の免許を持ってるっていうところもあって、なんか夏休みの宿題とかもやりながら、遊びながら、お母さんたちは、まあ、預けてね、子供たちをバリ島で、回ったりとか、なんかツアー行ったりして、そういう、なんだろうな。で、実際にね、暮らしてみたいと思う人はまたバリで暮らしてみたらいいと思うし、そういう、なんだろう、リトリート、親子リトリートとか、行くと、こう、日本人、まあもう、実は、バリの兄貴、丸尾さんって方が、もうやってるんですけど、日本人の村を、バリ島に
作った時にやっぱり日本人として大事なこととかね、外国にいながら日本人として大事なこととか、うん、日本人が何ができるのかなっていうとこを教える学校みたいなものがありないし、うん、僕たちのやっぱり日本人って僕は素晴らしい、あのなんだろう、民族っていうか素晴らしいと思ってるので、うん、その素晴らしさを、まあ、実際日本人よりあのインドネシアとか親日国って言われる方の方が、まあ、その歴史的なことを含めてよく知ってるし、日本人大好きっていうあの人は実際多いので、うん、なんでそうなのかなっていう勉強とか、なんかそんなんをするあの学校を、学校というか第二の家みたいな、みんなをやりたいなっていうか、うん、そうですね、みんながそれこそ帰る場所、うん、まあ本来の帰るリトリートする場所みたいなのをやりたいなと思ってます。で、準備はあの進めてて、ただコロナで何もできないので、言えないですよね。今だけね、まあ、うん、のがあるので、あの、なんかこう、止まってるっていうか、で、現地に行かないとこう自分もどうしたいかが出てこないんで、それはもうコロナ明けてすぐに、あの、向こう行って、いろいろ動いていきたいなと思ってます。うん、なるほど。いいですね。もう具体的でね、なんか夢というよりはもうね、現実が進んでますね。そこは結構現実的ですね。ね、進まれてるお話ですね。はい、うん、すごい、素晴らしい、いいと思います。ありがとうございます。うん、気持ちよく喋らせてもらってます、今日は。はい。自分がわかりますね、喋ると。うん、はい、さすがみゆきさん。いえいえいえ。あの、ちょっとだけあの、聞きづらいお話かもしれないんですが、なんだろうみたいなね。なんか学生時代は野球少年でね、うん、なんかこう26歳までなぜ彼女がいなかったかの謎に迫っても大丈夫ですか、うん、はい。まあ、冒頭に喋ったので。そう、あの、なんかお母様がね、まあ、あの、ああ、っていう話がなんかあって、もしかしたら同じ。なんか、全然あの、うちの母親は、もう2年かな、亡くなってるんで、2年前に。全然大丈夫なんですけど、まあ別にいても喋ってますけど、あの、はい、まあなんか結構ヒステリックって言ったらあれなんですけど、うん、あの、なんかすごい感情的になるシーンが、特に僕、普段は穏やかなんですけどね、僕の前では多かった気がして、はい、たまたまそこに鉢合わせるっていうか、うん、あったのか、うん、潜在的に女性が怖いとか、うん、というとこもあったと思いますね、うん、でもなんか別にそれは最近気づいたんですけどね、そういう、はい、まあ、女性を感情的にさせてはいけないとか、なんか、はい、変な気を使うみたいなのがあって、だから言ったら、女性に深く踏み込めないみたいな、うん、があったのかなと思います。うん、なんか、前回ちょっと、あの、小4以前の記憶がそのせいかなかったりするっておっしゃってたんですが、そのせいかはね、本当にわかんないんですけど、うんうん、あんまり、ちっちゃい頃の記憶はないですね。そこら辺はなんかスピリチュアルなね、うん、ことに詳しい方に見てもらった方がいいかもしれないけど、なんか、まあ、そういろんなことがあったのにもかかわらず、今こうしてね、すごく克服されたというか、なんかすごくあの、うん、そこをなんかこう乗り越えて今に至ってらっしゃる姿がなんかすごい素晴らしいなと思って、うん、なんか、はい、今ね悩んでいるそういう、まあ、男性も女性でも同じようなちょっとトラウマ的なことがもしある方がいたらね、なんか励まされるとか、うん、もしかしたら勇気づけられるのかなと思って、ちょっとお話、ちょっと触れさせていただいたんですけども。はい。うん。まあ、なんだろう、トラウマはもう本当に自分の解釈一つだと思っていて、そのトラウマとか、はい、なんか過去にあった悲しい出来事とかに、こう、向き合おうとするよりかは、今何がしたいのかなとか、自分は何をしていく人なのかなとか、何ができるのかなってことを考えたときに、もうなんかトラウマとか考えてらんねえよみたいな
なんか。なるほど。過去では未来を向く感じですかね。そうですね。別にトラウマの解釈って今自分でやりたいこと決まってて変えれるんですよね。だったら、その、女性のお客さんがすごく多くて、しかもこう、お母さんとかシングルマザーの方とかが多いので、まあそういう方を見ていると、やっぱりそういう形の応援が一つ自分の、テーマだったんだなって思ったことがあって、その時にこう、やっぱり、母親業をね、まあ仕事はせず母親業を頑張っていたのが僕の母親なんで、その、うん、それをずっと見てた、そういう母親の苦しみとか、もう見てたからこそ自分ができる何かがあるのかなって思いますし、なんだろう、今はあえてそこになんか、なんだろう、なんとかヒーリングとかね、いろいろあるけど、自分を癒す作業みたいな。なんかそういうのもやってたこともあるんですけど、はい、結局何がしたいかやなって、何を自分は何をしていく人間なのかっていうのを決めてるかどうかだなってなんか思って、あんまりそこに今フォーカスしないように しないというかしてないです、気がついたら、してて、だからそういう感じで捉えた方がいいかなとは思ってます。なんかケンちゃんのお腹に力入ってる感じが感じられます。なんかこう腹をくくったというかね。そのもうやりたいことに、なんかこう腹を決めて向かっていけば、おそらくなんかそういう過去のことはもうどうでもよくなるのかなってちょっと思ってます。ああ、でもおっしゃる通りで、その僕が起業したタイミング、まさに親と猛喧嘩しまして、はい、なんかそれが一つそれやったかもしれないですね。その親というか自分の過去の自分のなんかそういうトラウマとかの克服っていうところでいくと、自分と向き合った結果、親とも向き合って、まあ全然親と喧嘩するような人間じゃなかったんですけど、大喧嘩して家飛び出して起業みたいな感じだったんですけど、やっぱりそういうのはなんか結果起こったんですけどね、なんか僕にとって必要なことだったんだろうなと思いますね。うん、今偉そうに言ってますけど、当時は必死ですけどね。うん、なんでこんな喧嘩するんや俺がとか思ってましたけど。うん。うん。うん、さん平和主義な感じであんまり喧嘩しなそうですよね。そうですよね。まあ喧嘩するのは親と奥さんぐらいじゃないですかね今ね。あと仕事仲間はね、たまに本気で喧嘩しますけど、喧嘩というか、うん、まあディスカッションかな、うん、そうですね、の本気のディスカッションというんでしょうね、うんうんうん、でも最終的にはなんかこうやって自分がどういう人間なのかとか何していくのかって教えて、みんな教えてくれてるし導いてくれてるので、うんうん、まあ最終的にはなんか偉そうで、偉そうというかありきたりですけど、感謝っていうか、ああ生かされてるなってところに、まあ今日もなんか感じてましたけどね、うん、ああなんか結局生かされてんのやなみたいな、うん、のもついさっき感じましたけどね。そうなんですね、うん、すいません、なんかもうあっという間の1時間ですけど。あ、そうですよね。そろそろそうですね。一旦お友達にちょっとご連絡をいただいて。あ、はい。ケンちゃんのお友達のご紹介をちょっといただきましょうか。はい、ありがとうございます。今まで独身の方って出てるんですかね、このチャンネル。います。26歳の方でね、いらっしゃいましたね。はい。そうです。彼も独身なんですけど、僕の知る限り、独身の方。大丈夫？はい、大丈夫。まあ、その人は結婚してました。すみません。言った方は結婚してましたね。そうです、ね。その方お願いします。ぜひ。はい。独身男の人もいいと思いますので。独身男性ではもう一番いい男なんで。はい、皆さん。いいですね。話した方がいいのか。あ、もしもーし。はい。あ、どうもどうも、こんばんは。こんばんは。これ何言ったらいいんでしたっけ？普通に世間話もされても大丈夫なんですけど。なんか全然、どんどん分かってない。すいません。
今お世話になってます、ヒロさん。お世話になっております。はい。あの、来週の日曜日の、あの、夜8時に、またぜひこのライブに出ていただきたいということをちょっとお伝えいただいて、はい。最後に。ですね。はい、全然、今言って全然分かってない。あの、来週、17日ですかね。はい。はい。あの、いい男時間に出てもらうということで、はい、よろしくお願いします。あの、甘えてもいいかな？いいと思う。声ちっちゃいよ。やらないといけなかったので、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。彼も社長なんで、あの、はい、僕の大親友でございます。あの、皆さん楽しみにしててください。ありがとうございます。来週どうぞよろしくお願いします。はい。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。はい、失礼します。あまりね、しゃべれなかったですけど、お友達の方すみません。なんか。ね、いろいろしゃべって。分かってなくてすみません、本当。はい、こちらこそ私もあまり説明してなかったかなと思います。恐れ入ります。ライブって面白いですね。そうですね。はい。あの、毎回こう、ご縁をね、つないでいく番組なので、なんか、はい、いつもいつもドキドキで、あの、はい、このままね、ずっと何十年も続けたらどうなっていくんだろうとね、本当にすごく、あの、これをライフワークとして続けていきたいなといつも思っています。すごいな、いい男が出揃ってどうするんですか、その先は。うん、え、何ですか？いい男図鑑が出来上がっていくじゃないですか。うん、あ、はい。その先はどんなことを考えてるんですか？そうですね、いい男図鑑のカレンダーとか写真集をね、あの皆様のためにね、あの、夜中に作って差し上げたりですね、やっぱりこう、はい、あの、はい。まずは皆さんが喜んでいただけるものをご提供したら、ね、もう、あの、いつかの東京ドームでね、いい男図鑑のライブをね、みんな呼んで、みんな呼んでね、いい男図鑑ダンスをしながら、みんなで踊りも、踊る、アイドル軍団を作ろうかしら。どうなるかわからないです。いい男図鑑グループでね、もうなんか、そういう、あの、プロデューサーになってもいいと思ってますし、うんうんうん、はい。どうなるかわからないです。女性が男性プロデュースするってあんまないですね、アーティストとか。そうですか。じゃあ、うん。うん、あなたもね、うん。なんか、ジャニーズみたいな、ミュータンバージョンでね、あの、うん、皆さんをね、あの、うん。それもみんななんか社長さんとかばっかりだから、まあいいですよ、ね。なんかね、そういうなんか、うん。世の中のなんか、ある程度世の中を良くするね、あのリーダーたちですからね。もうどうなるのか、もうそこ押さえちゃったらすごいことになりますよね。うんうんうん、うんうんうん。ニュータイプの、なんかそういうビジネスの、なんか、チームができそうでね。まあみんなで何か夢を叶えるときにも、すごく皆さんでこう、団結できたらいいなとか、わかんないですけど、ね、今まだわかんないですけど、なんか、そういう何か大きなエネルギーに何かね、やりたいことがあったときに、なんか皆さんと共に手を組みたいなと思ったりしてます。うん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 。うん、まあ、いい男の横にはね、いい女がいますから。ああ、そうですね。なんかそこの、なんだろう、うん。カップルっていうか、ファミリーっていうか、そんなんが繋がっていくのもまた面白いですよね。そうですね。なるほど。いい男図鑑ファミリーで、まあ、そうですね。ファミリーで、奥様と今度出ていただくとかもいいですね。皆さんね。それは面白いですね。うん。それもいいですね。なんか裏番組とか。面白いです。いただくのもいいかな。それもなんか裏でやるのもなんか面白い。やろうかしら。いろいろね、なんか、そう、あの、思いがけずこう、始まったものなので、なんか、そうですね。なんか思いもよらない素敵なミラクルが待ってるんじゃないかと思ってます。はい、やっていけば。はい。うん。思います。もちろん、あの、本もね、出したいし、ね、みんなのね、うん。やっていけたら面白いですよね、うん。そうですね。もう、あの、ケンちゃんはね、エントリーナンバー7番ということで、もうね、7番の番号変わりませんのでね。はい。応援です。はい。どうか、T シャツはい。はい。ちょっと背番号7で T シャツ作っていただいてもいいですか？そうですよね。そういうので、あの、そうですね、アイドル化してきますから、これね。あの、楽しみだなと思います。あとはそうですね。あの、
ケンちゃんにとっていい男とはどんな人でしょうか。いい男はですね、うん、今日めっちゃ考えてたんですけど、はい、やっぱりいい仲間、うん、いい家族、いい奥さんに囲まれてる人がいい男なんじゃないかなって思いました。うんうん、なるほど。うん。ね、なんかあんまり人たちに囲まれて、うん。夫婦なんかは、本当自分が何か分かってないんで、その自分がいいと思う方に近づいて、うん、なんか、いい男かはまだ分かんないですけど、なんかこう、その自分のなりたい自分、思ってる自分に近づいていったかなっていう、言ってるのかなっていう気がするんで、やっぱり周りの人ですね。なんか、その人たちから信頼されたり、ずっと一緒にいられる努力をする、続ける。これがいい男じゃないかなと思ってます。いいですね。私も思うので、はい、いい男の周りにはいい男がやっぱり集まると思うので、うん、なんか、それは自然なことですよね。なんか、うん、似たような、人がこう、やっぱり集まるはずですからね。なんか、うんうん、いい男であり続ければ、そういう環境が待ってるってことかなと思ったりしますね、今聞いて。うん。うん。いや、本当あんま考えたことなかったんで、いい男ってなんだろうとか。うん。うん、めちゃくちゃいい機会いただけました、今日は。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にそうですね、ちょっと宣伝があるんですが、じゃあ私の宣伝からちょっとさせていただいてもいいですか、このライブの前に終わる前に。はい。実は明日からですね、5日間、月曜日から金曜日まで、みゆたんの甘え上手のレッスンをね、無料でちょっとさせていただきたいなと思っております。はい。Facebook のね、秘密のグループにちょっと皆さんご案内してまして、名前が、みゆたん道場って言います。いいですね。空手とかやるような感じのイメージなんですけど、みゆたん道場にね、まあ、もし入っていただきましたら、5日間無料で甘え上手のレッスンをさせていただきたいなと思っております。ね、5日間すごいですね。5日間やります。はい。で実は、先月やってすごく楽しかったというね、フィードバックをいただいて、もう、前回は20代の方から60代の女性が集まりまして、みんなでウォーキングレッスンとかですね、甘え上手ポージングとかやったりしたんですね。で、みんなでセクシーに歩くね、方法とかを、なんかこう、いろいろ学んだりする、そんなレッスンをいろいろ、実践的なね、レッスンなんですけども、そうやってこう、ちょっと、女性性を上げるというか、うん、魅力的な女性になる方法をお伝えしております。男ですけど入れないですかそれ。あ、男の方はちょっとそうですね。のぞき見とか。うん、そう、男性がいるとちょっとやりづらいから、ね、よく女性限定で、そうやってるんですよね。もしね、このライブを見られて、ご興味のある方いましたら、せっかくなのでね、この新春スペシャルということでやらせていただきますので、ご縁がございましたら、ぜひ、みゆたん道場までお入りになってください。はい、ありがとうございます。無料の5日間なんですね。そうなんですよ。無料で5日間させていただくので、特にですね、うん、前回ね、あんまりお子さんのいるお母様、ママさんが入られてこなかったんですが、私、そういう皆さんもちょっとサポートしたいなと思っていて、動画を残すので、リアルで入ってこれない、まあ、夜8時からなんですが、リアルタイムで入れない方でも動画を残すのでね、入っていただいて、やっぱちょっとこう、旦那様とね、なんかこう、もう一回愛を深めたいとか、なんかこう、旦那様をね、幸せにするためのテクニックをちょっとお伝えしているので、うん、そういう方にね、ぜひ来ていただきたい。なんか悩んでる方とかもしいたらお力になりたいなと思ってます。うん。で、はい、そこはどこを見たら案内があるんですか？そうですね。後ほどこの、Facebook ページの上のところにリンクを貼りますので、よかったらそちらからお入りいただければと思います。はい。明日の夜8時からやりますので、はい。はい。皆さんぜひ、はい、はい。道場入りましょう。はい、道場にいらしてください。はい、オンラインで投げ飛ばさせていただきます。オンラインで。
のあオンラインだけどね。ケンちゃんは何かもしよかったら、何かご宣伝などありましたら、はい。はい、ありがとうございます。ここコメント欄に多分貼っていただけるのかなと思うんですが、はい、僕がやってる、運営してる、器出版の、まあ、じゃあ出版話すだけでオンラインでできるというテーマでやってますけども、なんと、これを読めば、ご自身で本が出しちゃうっていう本を、これも Amazon1 位を取ってますけど、Amazon で。その本を、プレゼントしてます。下に、リンク貼ってもらってると思うんで、そこを覗いていただければ、その自分で書いて本出せる。そんな、本の書き方本ですね。プレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。うん、はい。本は、人生一度と言わず何度でも出す時代になってますので、はい、ぜひお気軽に、登録してみてください。はい、後ほど私ので貼らせていただきます。上の方と下のコメント欄と2箇所貼っちゃおうかな、じゃあね、わかりやすいように、はい。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんね、ぜひ、そんな素敵な本、受け取れる、素晴らしいですね。ありがとうございます、けんちゃん。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、そうですね、今日はそろそろお時間なので、最後にけんちゃんの方から何か、ございましたら、なんか。そうですね、まあ、いい男についてすごい考えられたので、うん、すごく出させてもらってよかったです。なんだろう。まあ、皆さんも、いい男、女性が多いんでね、いい男はいっぱいいますんで、ぜひ、このいい男図鑑を引き続き見ることと、なんか意外といい男隠れてるんじゃないかなっていう目線で毎日過ごしてもらったら、まあ、よりハッピーになるんじゃないかなと思います。今日はありがとうございました。はい、こちらこそ、ケンちゃんどうもありがとうございました。ね、ありがとうございました。隠れたいい男の人にね、ぜひこれから出会っていく方法もお伝えしていきたいと思います。今日もありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日はこちらで失礼いたします。じゃあ皆さんまた来週。また来週。ありがとうございました。